なんと美しい華やかなロゼ色、舌が美味を予感して喜んでいるよ。歴史に残るうまさ。すごい、ここまでアーティチョークをぶち込んだ品は食べたことないかもです。ああ、でももっともっと食べたくなる。気になって仕方ねえな。そんなこっそりアーティチョーク使った品ってどんな味がすんだ。気になる、すげえ気になる。食ってみて。ああ、気になるってそっちの。探求心は尊重すべきものなのです。お二人も食べてみますか。ああ、いいっすか。え、私も。クリームソースがビリビリと伝わって、ローストビーフの濃厚さがバッチリカバーされてやがる。すごい肉汁のパンチ力なのに、野菜特有のコクと苦味をここまで鮮烈に際立たせるなんて。これもシナリンが功を奏した結果、皿から余計な甘みを消し去り、クリームソースを尖らせることに成功している。シナリンは味覚受容体に直接作用する。そう、成分が舌の上の甘さを感じる部分に覆いかぶさるの。これが審査員たちが今感じてる状態。甘さが抑えられ、苦味がシャープに出るわけね。その後で別の料理を口にすると、咀嚼によって徐々にシナリンが取り払われ、味覚受容体は正常に機能するようになるわけだけど、今まで甘みが抑えられていた反動で少しの甘さが一気に際立って感じられるの。なるほど。大量のシナリンが舌に残っていると、ただの水ですら甘く感じられるというわ。アルディーニのしぐれにもその甘さが強調されちまうってわけか。そして審査員がピザを食べ終わる頃には、全てのシナリンが舌から取り去られ、その後の審査には影響を与えない。エーザン先輩はその効果を知り尽くし、使いこなしているんだ。そんな細かい成分まで。まさしく英知と富をつかむ者の姿。アルキミスタの二つ名は伊達じゃないということか。口の中で巻き起こる化学変化、味覚の奇跡。この美味しさは